総兵、ゲーム2買ってきたぞ。お前の任務は総兵の家を建て直すことのはずだが、もう1年だぞ。いつ完成するんですか。すまない、実はもう完成してるんだ。だが完成してしまえばもう俺がここにいる理由がなくなるだろう。水野さんと離れるのが嫌なんだ。もう、もう出てって物置からも。これが新しい家、完成してたのか。おい、ん、私が頼んでおいた各種武装システムは。うって、変な改造はしないって約束しましたよね。安心しろ、おかしなものは一切作ってねえよ。全て完璧なものだ。次がまず玄関には侵入者を捉えるトラップだがな。なんか引っかかっとる。 ありがとうございます。私はクラコージェ軍大佐のアリア・グラスマンと言います。ルート注意、こんな立派な設備を考えるなんて、褒美のハグをしないといけませんね。いや、それはいいって。ハルカ少尉、護衛の任務お疲れ様です。ねぎらいのハグをしましょう。寝かけりゃいいってもんじゃないのよ。総兵さん、信頼の証であるハグをしましょう。アリア大佐、恥ずかしいからもうおとなしくしてて。ルート注意、ジョーカー不敬罪です。何をするじゃありません。アリア大佐は上官でしょ。上官に向かってその態度は何ですか。あの、はるか少尉、それも不敬罪。ごめんなさい。まあ、ここで話すのもなんだし、奥の部屋で。総兵さん、出て。黄色を使った責任戦の達人なんだ。すごい、かっこいい。またこれですか。総兵さん、大丈夫でしたか。いや、アリア大佐が大丈夫なんですか。ふっか、切れちゃいましたね。あ、おっぱいが。アリア大佐、下、下も切れてる。脅威、敵の状況は距離900、レミントン M700、有効射程距離に入りました。脅威、撃てー！ゲット！撃てろ、脅威！すいません、私が仕留め損ねたばかりに、もらった。今日はみんなで海に遊びに来たのよ。戦争はしちゃダメって言ったでしょ。言いつけを守れない子はお仕置きです。上陸成功だ。ほら、ルトちゃんたち、その格好はどういうつもり。どこかに上陸吸収するんじゃ。今は夏、そしてここは海。ルトちゃんたちも軍人なら、もうちょっと空気を読んで責務を果たしなさい。お待たせ、これでいいのか。あら、そうちゃん気がついた。水野さん、ありがとうございます。もう大丈夫ですから、みんなと一緒に海で遊んできてください。実はこれ水着じゃなくて下着なのよ。どうせ似たような形だし、わからないわよね。確かによく見たらなんか透けてる。よく見たら。みんな、スイカ割り始めるわよ。隠しオッケー。こいつでスイカを割ればいいのか。チームメイトの声だけが頼りだから結構難しいのよ。スタート。注意、4時の方向に8ヤード前進、11時の方向真下です。こらー、シャチーロちゃん、スタートよ。いや、スイカスイカ。気をつけろ、事故に見せかけて総兵を叩き潰す気だ。何？こっちの方が手っ取り早い。回せるか。今度は外します。海に遊びに来たって言ってるでしょ。
法少女マジカルエミルのライバルデストロイちゃん。はるか少尉変身だ。了解です注意。マジカルフィジカル変身。マジカルエミル、今度こそ総兵の命をもらう。そうはさせない。くらえマジカルスターマスター。わー、総兵殺すために日本に来たけど、あんなのと戦うなんて聞いてないよ。クラコージア公国軍特殊部隊ルトガルニコフ中尉、要警護人物矢野総兵を数多くの危険にさらしたことにより軍法会議を行うため出廷を命令する。総一矢野。どうしよう、命令に従うしかないじゃないですか。それは困るぞ。この国で堕落を貪った我々はもうエアコンやこたつ、コンビニのない戦場に戻るのは無理だ。なんで今さらそんな命令が。わからん。総兵は我が国の英雄の息子。そんな総兵を散々ひどい目に遭わせていたからな、ルトー中尉たちは。ちなみに私は問題ないわって顔してるが、少尉も軍法会議だぞ。ああ、中尉の巻き添え。ルトー中尉たちがいなくなったら寂しくなります。当然アリア大佐も一緒にって命令ですよ。嘘、帰ったら総兵さんに会えないじゃないですか。ルトちゃんたち帰るんですって。はい、そうなんです。どんまい、ソーヘイ。めっちゃいい顔。ルトガルニコフ注意。あの人は、ソウイチヤノ。親父。ちょっと待って。注意には帰国命令が出ているだろう。なぜ戻らない。それは。命令違反は銃殺ですよ。知ってるでしょ。ルト中尉を軍法会議なんかにかけないでくれ。そりゃたまにはひどい目にも合わされるし、家でもゴロゴロゲームばっかりしてるし、何かあるたびに銃をぶっ放す子で、逆に僕が殺されるんじゃないかと思ったこともあるけど、本当の敵から僕を守るために戦ってくれたのは事実なんだよ。おい、総兵。なんで泣いているんだ。あれ、一番別れたくなかったのは総兵だったのね。親父、頼むって。じゃあいいよ。そんな簡単に変えていいの。私はクラコージアの英雄だぞ。キラーン。注意、総兵をよろしくお願いします。はあ、総兵も元気そうでよかった。お父さんはまた行かなきゃいけないから。え、ここまで来たらこの戦争を終わらせるまでは手を貸すことにしたよ。ここだけの話、もう少し粘れば和平の道が開けそうなんだ。ルトガルニコフ中尉たちの国が平和になれば総兵だって嬉しいだろ。あと英雄は北欧美女に持てるんだぞ。じゃあな、総兵。グース、ここで総一矢野を倒せば我が国の劣勢が跳ね返せるのでは。シーラフ、何をしてる。ソイチヤノ、覚悟させない。おじさん、しまった。こっちに戻ってきてますね。あらあら、こんな悠長だ。やべよやべよ、サイカリー。どこに。